で、まずこれを勉強する前に、もしヘボン式ですね、ローマ字のヘボン式っていうのを勉強していない人は、そちらから勉強してもらった方がいいんですけど、こちらですね、ローマ字のヘボン式を学ぶのこのプリントですね、あと動画もあるので、こちらの方ぜひ勉強してみてください。で、このページでこのようなプリントがあるんですけど、この万行と打行ですね、ここになります。万行がここですね、バビブベボで、一つ上のこちらがダジズデドで、特にこの向きですねが違うと全然違うものになってしまうので、ここの、B と D ですね、この違いをしっかりまず区別しましょう。 B の方はバビブベボです。バビブベボ、D の方がダジズデドですね。まあ、D 使ってるのはこのダとデとドだけなんですけども、まあ、ダ行っていうと一応 D が代表ですね。はい、では実際のプリントですね、見ていきたいと思います。はい、まず B ですね、こちら万行の方ですね、ちょっと書いてしまうと、万行の方はこの B を使うと、で打行の方は D を使うということですよね。はい、バビブベボいきましょう。バは BA、 B は BI、 ブは BU、 ベは BE、 ボは BO ですね。はい、このようになります。で、今度こちら来てダジズデドです。ダは DA、 ジはこれはヘボン式だとこうですよね、 J と I です。ズもヘボン式だと Z と U ですよね、ズ。では D と E で、ドが D と O ですね、このようになります。もうとにかく馬行でこの B を思い出してもらって、 B ですね、 B はここにあるのでこちらです、馬行の方です。で D はこの D ですね、 D のところで D なので打行です。これは最初に区別してしまえば、あとは大丈夫だと思うので、まずここまで確認、覚えていきましょう。はい、では今度は下半分ですね、確認テストということで、10問バラバラに出ています。もしやってみようかなという方は、ちょっと動画を止めたり、あとプリント見ながらですね、プリントに実際に書き込んだりしながら確認テスト、回答の前にちょっと一回解いてもらうといいと思います。はい、では回答していきます。まずベからですね、ベは BE ですね、ベ。次がで、 DE、 だは DA、 どは DO、 ぶは BEU ですね。はい、ここまで大丈夫でしょうか。で、今度こちらに来て、バ。バは BA。ボは BO。B は BI。ズは、これはヘボン式だとこうですよね、 ZU。ジは JI。ですね、このようになります。もうとにかく馬行は B で、打行は D ですね。これが分かれば、あとは時間かけてでもできればいいので、まずこれですね、馬行は B、 打行は D、 ここをしっかり
覚えてもらえればいいと思います。はい、今回は馬行と打行の区別についての動画を撮ってきました。他の動画もぜひよかったら見てください。はい、ありがとうございました。